全国で行われた発掘調査で注目された出土品を中心に集めた展覧会が天理市にある奈良歴史芸術文化村で開かれています。会場に入ってすぐ目に留まる縄文土器の数々、これらは地元の住民らが発掘し守り続けてきた長野県の井戸尻遺跡群から出土したものです。全国では毎年およそ8000件の発掘調査が行われているとされ、この展覧会では近年発掘された遺跡や成果がまとまった遺跡に関わる合わせておよそ900点もの出土品が展示されています。展覧会は埋蔵文化財に触れる機会が極めて限られる中、文化財を守ることの重要性を理解してもらおうと毎年全国を巡回していて、奈良での開催は19年ぶりです。奈良県関係では天理市の北側に広がり、古代の有力な氏族物部氏との関わりが深いと考えられている磯の神豊田古墳群や別所古墳群の出土品も見ることができます。武器の生産を担っていた物部氏を象徴する鍛冶工具などの展示は、身近な歴史遺産に触れる貴重な機会です。この催しは2月12日まで開かれています。